ハラルドクヤートはドイツの軍人。ドイツ連邦空軍に所属し、2000年から2002年にかけて連邦軍総監を2002年から2005年までは北大西洋条約機構軍事委員会議長を歴任した。最終階級は大将、西プロイセンのミール家に生まれる。父は第二次世界大戦で出生し戦し母と三人の兄弟と共に、 敵軍の進撃からキールに逃れた。ハノーファー近郊で育ち、キールの中等学校を卒業。アビトゥーア合格後の1959年にドイツ連邦空軍に入隊。1962年、ハンブルク市大洪水の際の出動の功績により、メダルを授与された。1965年10月。 少尉に任官。操縦士訓練を受け下士官養成教官、小隊長、中隊長代理、人事士官などを務める。1968年に中尉に昇進し、1971年に大尉に昇進。1972年から1975年、ゲオルクレーバー国防省の副官を務める。1974年に少佐に昇進。 1975年から1977年、ハンブルクのドイツ連邦軍大学空軍課程で学び、終了。1977年からハンス・アーッペル国防省の参謀将校及び副官として、ボンの国防省に勤務。同年北部空軍支援軍作戦参謀となる。1978年から1980年、国防省部隊統率本部に、 空軍基本作戦参謀として勤務。1979年4月、中佐に昇進。ついで連邦首相府で安全保障政策、戦略担当補佐官となる。1985年に、部隊勤務に復帰し、第1空軍育成連隊第2大隊長。1988年、ローマの北、大西洋条約機構防衛大学を修了。同年10月、 大佐に昇進。翌年ブリュッセルの NATO 本部西ドイツ代表部の参事官に就任。1990年、国防省参謀部核兵器、軍縮担当主席補佐官。1992年9月に准将に昇進。1992年より1995年まで、NATO 本部ドイツ代表団副団長及び参謀長を務める。1995年4月、 少々に昇進し国防省参謀部隊、スリーブ部長に就任。翌年、モンスにある NATO 司令部で和平理工部隊協力センター長を務める。1996年10月、NATO 国際参謀本部副部長に就任。1998年11月、中将に昇進し、翌年1月にルドルフ・シャーピング国防省より国防省計画部長に任命された。 国防省より防衛政策の長期計画の諮問を受ける役職であるが同時に徴兵制問題や連邦軍改革問題など連邦軍政府組首脳の抵抗を少なくするためのポストであるとも指摘されている。ハンスペーターホンキルヒバフ派連邦軍総監の辞任に伴い2000年6月に連邦軍総監に任命され7月に対象に昇進した2002年に ペーター・シュトルク新国防相が就任すると、クヤートの後任の計画部長だった、ボォルフガング・シュナイダー班が、後任の連邦軍総監となった。同年ナトウ軍事委員会委員長に就任。2005年6月、ベルリンでシュトルク国防相により栄誉式典が行われ、退役した。家族は、妻と3人の子供。趣味は、写真と乗馬。ありがとうございます。